じゃあレコリがじゃよろしくお願いします。本日のバーチャルディレクターミーティングは竹澤、うんえー、健介さんと小林由里子さんのお二人に来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。さああの小林さんあの先週お休みであのお休みに入る前に、はい、あの田中野濱選手のことをこう完全に絶対出るわっていう予言されててまあ予言通りに出たと。<laughs> はい。 いやいや本当に出るもんだなと思ってこうちょっと鳥肌立ったんですよねあのでね5000はやっぱりあのその後ちょっと、えー、また一人ぼっちの一人旅でちょっとそこまで日本記録まで届かなかったんですけどあの、はい、またこれもまたすごい走りをして、はい、これはちょっとあのコロナでこう練習ができないできないって普通の人は思いがちですけどなんか。 蓋を開けてみると、この北連の 4, 4試合、なんかこう、田中希実デーだったなみたいな4試合と思って3000の日本記録出した日の朝に、うん、このバーチャルの話を関西のラジオでさせてもらったんですよ。で、それがメインやったんですけど、うん、いやこれ、生放送やし、もう皆さん聞いてくださってるから、うん、ぜひちょっと言っとかないとと思いまして。はい 今日の夕方にもう日本記録が、うん、出ますって言ったんですよ。<laughs> 必ず出ると、いや出るかもじゃなくて出るとっ言ったんですけど、うんうん、私の予想は8分40ぐらいだったんですよ<ー>、うん。なんか日本記録っていう以上のところをね、あの田中選手見てたので、その40を切っちゃうレベルまでいくんかなっていうのが予想であったんですけど。はい、はい っていうのはあのー、コロナの,その大変な中2月、うん、2> 3月あたり、まあ、4月もですね3月、4月あたりが彼女の中で一番きつくてうん、うん、でそれは練習環境だけじゃなくてもう練習のメニューの質も含めて、うん、多分、北連の4000の方がかなり楽やと思うぐらいきつかった、そうなんですよね<っ>だからそれをずっと乗り越えてきているので、うん、もう自信もありますし。うん うーん、去年までは大きい大会なかなか勝てなかったり、うん、まななかなかこう殻を破れなかったところがあったんですけどいやまさに竹澤さんが先々週ぐらいにいきっかけみたいなことを言ってたのが本当そうで、うん、1500の1つの4分8っていうあれから本来の,のぞみちゃんらしい走りができるようになったのが確かだったんで、うん、まあ8分40は行くんじゃないかっていうのはありましたね。うん いやでもここまでこう手に取るようにこう田中希実選手のことをこう解説さんかあの何がすごいかっていうと、はいはい、私の 1500m 日本記録の時って、はい、50m をすべて8秒台で。 いってる、うん、つまりもう機械か、機械のように、ずっと最後までラストスパートもなく、スタートダッシュもなく。うん、もう全部六十六で四百を回り続けて出した記録なんですよ。なるほど。で、うん、押し続けたんですね。うん、あ、そうなんですよ。うん、でも、その時も。ラストも上がらない、六十二なんて想像つかないし。うん、もう乳酸溜まってる状態で、なんとかそのまま維持するのが私は必死だったんですけど。うんうん、その四月の段階ぐらいの練習で、田中選手は。 それ以上の、うん、あの練習のメニューだったんですよ、うん、同じ4分7で走れる選手としても私は一定で押すしかできなかったんですけどんと、田中選手の練習っていうのは必ずラストが62ぐらいで、はい、確実に上がってこれるっていう練習だったのでトータルでいくと今の力だと4分5切りぐらいかなって思うんです。えー <laughs> はい じゃあ、出まますね、ま、たね。た <laughs> そうですね何 <laughs>、うん、か、あのー、何が変わったかなって思うと、はい、これまでは練習で確実にできることを積み重ねてたんですよ、うん、それは高校時代もそうですね、うん、あんまり無理をしてなかったですし去年の1年間切り取ってもあ絶対できる練習メニューをこなしてた、うん、でその中で同じようなことを今年もやるかっていうのをやっぱり ね、コーチのお父さんとも話し合いになったこともあったみたいでうん、うん、そのメニューをやるんだったら15分ぐらいではいけるけれども、うん、それ以上のレベルを求めるんだったらより質の高い、うん、もっと言うとできるかできないかわからないぐらいの設定タイムですね、うん、今までは確実にできるあうん、うん、できるっていうのをこなしてたけどだから余裕がやっぱりないじゃないですか気持ちの中でも、うんまあ、そういう意味で自分にプレッシャーを与えながら2月3月をこう。 殻の破る練習をしかも続ける継続してこれてたのでうん、うんうん、それが絶対自信につながってると思いますね。か<ー>うんいや、もうあののー、全部の試合が面白かったんですよねそうなんです <laughs> あのなんて <laughs>、うん、やっぱり変な感じではまったというかあの途中がちょっと落ちてしまったところも、うんうん、しんどくなかったんですけど、うん、ちょっとだれてしまったというか。 でもその中でラストがやっぱり2分50ぐらいで48だったかなそれぐらいでマークできるようになってるので、うん、もうラストの切れ味含めて、うん、そこはかなり成長してますし、うん、持久力って、ね、練習すればつくものですけれども、はい、彼女は年々スピードも上がってますから、はい、400、一本のスプリント力も過去最高レベルに今は仕上がっているので、うんうん、800も2分4っていうのは、うん、今の練習だったら 出せるいつでも出せるような練習もしてますねこれでも本当に競う相手とかいたらねとんでもないことに、ね、<ー>なりそうですよねなんか全然誰も<ー>誰もねなんかこう、うん、田中希ちゃん一人でレースしてるみたいな,なんかこう感じにどのレースもなんか見てると思うので。うん <laughs> なんかこれ本当になんかこうちゃんと引っ張ってもらったりとか、ちゃんとこう国際レベルの大会でこう早い選手と競い合ったらどこまで行くんだろうっていうのは世界陸上去年15分00の時がはい、はい、もう競いまくってたから最初からイケ,イケイケドンドンでもう終わった後筋肉痛がすごかったみたいなんですよ。うん、で今回、4戦、まあ、兵庫選手権で5戦ですね5戦走ってみてどうって言ったらもちろん筋肉痛ゼロで。うん うん、自分の休憩したいときに中だるみというかちょっと落とせたり、うん、自分であげようと思ったらあげたりっていう、うん、誰かに無理やりこうついていこうとっていうのがなかったから、うん、そういういいい意味でで無理はしてなななみたいなんですねる5000こなせたのもも,もちろんマックスではやってますけれどもその世界陸上のような。 ちょっと最初から行ってみようかっていう,う、うん、その勇気はまだなかったみたいなのでそれが生まれたらとんでもない記録にね、うん、つながるかなと思いますね。セルセルアイ 竹澤さんもややや、っっぱぱりり相手がいいましたよね、そうですね、僕の時本当、ライバルに支えられたというか、僕の記録はほとんど、多分上野さんだったりとか、松岡さんとか、北村さんとか、やっぱりその、僕らの一つ上の世代とかがすごく強かったので、その人たち、引っ張ってもらったっていうか、うん、か引き上げてもらったみたいなところが、僕の競技生活の中で大きかったんで、うん、そういう子がなんかこうね、あの国内だけじゃなくて、国外の選手で、なんかそういう人がもしも彼女の前に現れたりすると、うん なんかグッとまた本当にね本当になんていうか本当に世界に戦うっていうなんかこう、うん、選手になるんじゃないかなとなんか期待しちゃいますよね <laughs> なんかいやでも8月に1500走るらしいっていうのをね最後におっしゃって、はい、<laughs> これがもうちょっと TBS であるから、はいま まあ当然こう僕が t. B. S. のディレクターだったら。まあ解説席にやっぱ小林さん起きますよね。これね。<laughs> いや、違うんです。よ、もう横田君がね。必死室狙ってますから。その一室。で、で、もう、あの、多分、浦部さんも千五百多分出るような気がするんですよね。そこにね。そうですねー。で。 でそうすると、僕がまた TBS のディレクターだったら、解説機にこう横田、小林ゆり子と並べたいですよね、代 <laughs>、ね、理戦争のようにこう、はい、もうその日にあれですお互い元日本記録保持者になる日ですね、じゃあ。今のことなんで、私のことになりますから。どちらもこう2人をもう確実にこう分析してこう解説ができる。うんうん っていう、う、こ素晴らしい2人がこう、このバーチャルにも揃ってるっていうのがねなんかこう <laughs> なんかすごい変だなと思ってなんかこう、うん、日本記録も更新されるしだろうしなっていう感じがしますし、うん、いやなんかちょっとねあのこの1か月なんかすすごい楽しみが増えたんですよねななんんか。うん、なんかね、あのー、ここまでこう、年々望みたいなんて自己ベストを出し続けてるじゃないですか。うんうんで 特に、まあ、飛躍と言われた去年を今年超えてるじゃないですかどうしてこれが、ね、あのできたんだろうって思ったんですけど、うん、なんか去年は、うん、なかなかレースでペースメーカーのようにこう利用されてしまったりとか、はい、ラストで勝てなかったりとかなかなか思うような結果があの大会でなかったんですよね。うん、であの福士加代子さんがもうトラックではもうずっと女王で、えー、走り続けているトップランナーで。うん で福祉さんんに聞いいてみたらしいんですよどうやったらスタート前緊張しませんかとか,、うん、なんかちょっとマイナスな気持ちになったりとかないですか、うん、みたいなでそんな時になんか福士さんがね、うん、いやもうそういう時って、えー、ともうレースを自分で指導したらいい自分でも作っちゃえばいい、まあ、つまり、うん、もっともっともう誰にも負けないようなぐらい強くなっちゃえばいいじゃんみたいな。 みんなと同じぐらいの力だったら緊張もするし負けたらどうしようってこう思っちゃうけど、うん、もうレースを全て自分が握っちゃえばいいんだよそれぐらい強くなっちゃえばもう怖いもんなってないよみたいなは<ー>そうだからそこにいるとなんか負,けちゃ負けたらどうしようとかプレッシャーとか感じるってことはまだそこの位置ってことやからうん、うん、もうびっくりするぐらいめちゃくちゃ強くなっちゃえば、うん、もうそんなプレッシャーもないし、うん、自分で。 レースをすべて押し進めて自分のレ、うん、ものにしちゃったら、うん、何の怖いものもないから私は常にそう思って走ってた。はあ<ー>、うん、だからそれが本当に北連のレース見ててもすべ、うん、てこう出てるじゃないですかはははいはい、はいだからもちろん走りの走力も上がってるしちょっと流れるようなフォームもすべて改善されてるのは確かなんですけどうん,うーんちょっと気持ちのね持ち方っていうのも変わってきてるんかなって思いますね。うん うん、な,なんかこうレースそのものを自由自在に操ってる感がもう千歳の時には出てましたねなんかそうですねだから福士さんってトラックの時もずっとそうだったので、はい、もう自分のわが道行くレーススタイルでとんでもなく強かったですけど、うんうん、それをちょっと見てるかのようなレーススタイルですよね今そうですよねうん。うん、あの千歳はすすごいいい高記録いっぱい出たんですけど 最後の田中希実のラスト2周っていうのが、多分、全員があれなんだみたいな感じの <laughs>、はいあ、ちょっとなんか、コロナでみんな練習できない、できないとかっていう噂があったけど、蓋を開けてみれば、みんなが交代が続出するっていう感じがあるんで、そうですね、このバーチャルも意外とやるんじゃないかなっていう感じがするんですよね、みんな。 あの今朝ね兵庫県は、うん、あの高校160何校だったかなが、うん、もう県外の合宿と試合は出たらだめうなるほどなったんですよ、うんうん、今朝、うん、だから甲子園あ甲子園兵庫かと思ったんですけど、うん、まあそれはケ、OK、ーなんですけどだから県外にも合宿も行けないし、うん、今、全部勝つが試合にも出れないっていうのが今朝決まったんですね。当面の間、うん、はそうなんですよ これが本当にずっと続くようだったらもちろん、ねうん、大きな大会にも出ていけないですし、うん、まあ高校生たちは、ね、たくさんチャンスがある中で、まあ、インターハイはないですけれども、うんね、いろんな試合を県外でこう出ていこうと思ってる選手も、まあ、陸上以外もですけど、うん、ある中でそれが今、もうダメになっちゃったので、うん、やっぱりこのバーチャルで、ね、あの兵庫県内でできる試合ですからねそれをちょうからですもんね、そう変えていったりしますから。はい、うん なんかそこでね、白熱するレースをみたいですねそうですねう、うん、これはなんかうんなんか陸上全体が高記録に湧いてる今だからそうなんかこう記録を出したいっていう欲求になんか応えられそうな場が作れたっていうのはなんかたまたまですけどなんか良かったなと思いますね、うん、んうんうん、うん、竹澤さんこうちょっとどうですかこ今回の北連の高記録みたいなのをこう見てて 一番はやっぱ環境要因ってすごいあ,のあると思うんですよね、やっぱり、はい、記録出るときってやっぱどうしてもやっぱ環境がすごく整ったときにやっぱこ,うここまでこうみんなが記録出すっていうのは、うんまあ、みんなの調子がすごくあったっていうのももちろんあるとは思うんですけど、うん、それプラスアルファでやっぱ環境要因っていうのもすごく要因としては、えー、必ずある部分だと思うので、まあ、やっぱバーチャルってのいいところって、うん、やっぱ環境いい時間選べたりとか。なるほど<笑><笑> 何時から何時とかって決まってるわけじゃないですし、やっぱり協力体制によっては、なんか前回、ちょっと3時ぐらいにやってみたらダめだったけど、もう1回やってみたら、ねうんあの、7時からやってみたら早かったみたいなね、うん、なんかこう、時間によってもこう、融通が効くみたいなところもバーチャルの要素だったりすると思うんで、なんかそういうのもなんか楽しんでもらえるんじゃないかなって、なんか、あ,のああいうレース見てると、なんか思っちゃいましたねねそうですよ、ねうん、ペースメーカーも設定が自由ですからね。うん いやそうですよね大人とかだったらね逆に言えばなんか仕事終わって5時半終わってすぐ直行で来てくれてみたいなねなんか夜7時からスタートしますみたいなのとかあったらなんかすごいなんかそういうのも素敵だなとか思ってなんかそんな,なんかこうそういう,こう大人が手伝ってあげたりとかやっぱりんか。 近くの高校生だったて大学生だったりとか、うん、まあやっぱりなんかこう、大人がこう手を差し伸べるみたいな、うん、なんかそういう,こうバーチャルになっていったら、なんかすごく <laughs> 魅力あるんじゃないかなって、勝手になんか想像してましたね。子供たちだけだとね、<の>うん、うん、そうですね。うんは あのー、大人がこう率先してこう引っ張ってあげたりとかこう声援を送ってあげたりとか、うん、あとコーディネートしてあげたりとかって、うん、そういうことがねこれからちょっと必要になってきそうな感じがしますねでもその兵庫県がこの県外から一切出れなくなったっていうのも結構きついですねなんかね。 それもしっかり守ってくださいっていうのを含めてまあでも8月はね合宿で皆さんね県外行くチームって多いじゃないですかそれは強豪校だけじゃなくて本当にみんな涼しいところで、うん、ね 走りたいんですし、うん、ちょっとね、これ、急に決まったので、これから兵庫県だけじゃなくてね、またちょっと変わっていくかもしれないですよね、状況が。ああ、だから日本全国のそういう中高生の、まあ、そうが学校が、県外の移動ができなくなるって可能性があるんでそうですよね、だから聖光グランプリなんて、高校生も呼ぶってね、そうですよね。 そういう意味ではね、うん、いつこれが解除されるかわからないですけれども、うん、それが続くようであれば、ちょっと難しかったりするじゃないですか。うん、うん、あのー、多分高校生のちょっとエリートクラスの子たちは、やっぱりその8月の聖功グランプリ、そこがインターハイに代わる場でもあるしとか、まあ、みんなまあ見てもらえるっていう場所であるっていうこともあって。うん また、ちょっと、国連では、高校記録が、こう、あの五千の高校記録を更新されたりとかして。武田 <laughs> さん、それ見てて、どうでした。うん、あ、気になる。うん、いや、すごいなと思いましたね、やっぱりね、うんうん、中学記録も。も してやっぱりね、高校記録も更新するって、やっぱなんかこう、僕らの世代で言ったら、佐藤悠樹みたいな <laughs>、なんか、ああいう多分存在だと思うんですよね、なんで、こう、本当に、なんか、佐藤悠樹って、本当に息の長い選手じゃないですか、まだ、まあ僕は引退してもずいぶんたちますけど、彼はまだ一戦で、こう、まだね、日本選手権に出たりとかって、うそういう、ね、これからまだマラソンとかだと、世界を狙えるぐらいの位置につけてるっていうことを考えると、やっぱなんか、そういう,こう選手になって、 中学でも強くて高校でも強くて大学でも社会人でも強いみたいななんかこうね、うん、なんかそういう選手にどんどん育っていってくれたら嬉しいなっていう風になんか個人的には思いましたねなんかこうここで満足するんじゃなくてどんどん上を目指していってほしいなと、うん、思いますね。あのー、なんか やっぱ高校に入ってから一瞬ちょっとこう調子が落ちてる時があってうん、うん、でそこからもう一回上がってきて高校記録も更新してっていう,こうストーリーも含めてなんかすごい持ってるなっていう感じがしましたねなんかそうですよね最後にしっかり仕上げてくるというかなんかね高校1年生2年生の時に苦労してるっていうのは、うん、なんかこうメディアとかでいろんなところで言われてて、うん、<laughs> やっぱりこう苦労した。 してやっぱりこう何かねこう手に入れたっていうのは、なんかこう、すごく人間としてもな、なんかアスリートとしても魅力的だなっていう、なんか思いますよねうんうん、うん、この男子の長距離も、なんかこう、止まってた時計が動き始めた感じがなんかこうするんですよね、このこのなんか、北連の間に、こう女子は田中さんが動き始めて、こう。あの 年齢的にはその大学4年生にあたる年の遠藤日向選手がドカーンとまたこう笑ってきたりとかうん、うん、要はその大学生レベルの武田さんの記録に載 <laughs> っているわけであってなんかそこもなんか時代がこうぐんと変わったって感じがしますね、うん、それからなんか国外じゃなくて国内で出したっていうのも面白いですね。なんか そういう,こう環境が整う場所がなんかこう日本国内にあるっていうのをやっぱ海外でも記録が出る試合って結構限られてるんですよね、うんうん、な北欧だったりとかあとアメリカの本当にカリフォルニアだったりとか、うん、やっぱ他のところってなかなかやっぱ記録が出づらくて、うん、結果的にやっぱりそういうなんか記録が出る大会っていうのをこう、えー、みんな狙って。 そういう大会に合わせていくんですけど、やっぱ日本国内にこうやって北連っていう大会があるっていうことを、うん、多分もしかすると世界の選手たちがね、知ってき、うん、たりすると、もしかしたら北連っていうのが、なんかこう、世界的な,なんかビッグイベントになったりとかね、うんうん、<laughs> っていうのもなんか、うん、まあなんか陸連のあれだとは思うんですけど、なんかそんななんかこう記録を出すような大会になっていったら、それはそれでなんか、すすごいい魅力的だなって思いますよね、うん、日本国内にあるっていうのがすごい、なんか素晴らしいことですし。うん であのやっぱりこう記録も大事なんですけどやっぱそこへのアプローチがやっぱりこう映像として今もライブ配信の映像が残ってたりとかするんで。 あれこれこ残っててよかったなと思いましたなんかこう <laughs>、うん、そうですよね、高校記録とかね、そういうなんか佐藤由紀の日体大の、ね、28分7とかですかね、うん、ああいうのとかも、なんか残ってたらね、見たいですよね、うんうん、なんか今、多分みんな持ってないけど、今回こうやって高校記録が、なんかね、ベンチマークできるんですよね、次出てきた選手にとっては、やっぱりこう高校記録、こうやって走ってたんだなとか、何何秒で通過してたんだなとかって、なんかこういうのが残ってるっていうのは、羨ましいですよね、うん、僕たちからすると。うん うん、遅らせ代、なんもないんで、遅らせ代はやっぱりこう、映像で残しとくっていうのが、改めて今回こう大事だなと思いましたね。なんかこう、うん。うんタイムだけを見ると、まあ、こういうタイムかもしれないけど、どういう走りだったかっていうことが、先ほどの小林さんの解説とかも、やっぱ、うこう、映像と合わさると、しっかりと残ってきますし。こう、うん。いや、ちょっと楽しみなんですよね。うん。あの。いや本当になんか、映像楽しみですよね。映像っていうか、こう、本当になんか。こう この選手伸びそうだなと思ってた選手がね、こう、今後グッと出てきたりすると、それってなんかすごい魅力的じゃないですか。なんか、勝手になんか、自分が育成してるみたい、育成してないんだけど、うん、なんか、こうね、俺がこいつ応援してたぞってアイドルじゃないですけど、なんか育ってていく感覚みたいな。んはんはんなんか、そういうのは、なんか、ね、子供たちだけじゃなくて、なんか、大人もやっぱり、こう、バーチャルで楽しんでいただけるかなって、うん、なんか。うん、なんか、こう、なんか、小林さんとか、武田さんとか、こう。 なんか明らかにこう僕らと違う目を持った方々にこういろんな映像を見ていただいてこの子、えんとちゃうかみたいな感じのことをなんかあやりたいいやりたい <laughs> 多分この子はこういうタイプでこういう子だと思うとかここはもうちょっとこうやっなんか伸びるはずだとかここ今、我慢できなかったけどとか多分この子はとかなんかそういう。なんか そのタイムがこう早い遅いとかだけじゃない、その子のポテンシャルをなんかこう引っ張り上げられるような解説とかがその映像からか出てくると嬉しいですね。なんかうんいや解説やりたいですね。ちょっとねそうそう <laughs> 僕やったことないですけどあとこの子の指導者に注文とかお願いしたいですね。<laughs> いやいやなんか申し訳ないですけど <laughs> こういうふうに育ててあげてほしいとかなんかこううん、うん、なんか今回このその、ね、なんかあのー いろんな方々がタイムが出てこ、これまでの、なんですかね、陸上の,このトラックがあって、ロードがあって、駅伝があってって、うういわゆるトレーニングの最時期とはなんか違うリズムで今回動いたことが、なんか今回、好結果っていうか、なんかまあみんながじっくりとトレーニングができたりとか、なんか基礎体力がぐんと上がって、そこからまた記録に更新伸びたみたいな感じのことが、なんか今、あの巷でよく言われてるんですけどそのことについて、お二人はどう思われますか。小林どうも うん、もう一回言ってください。あの <laughs>、まあ、今回こう <laughs> 今までのトレーニングとは違うリズムでこうトラックに登んできてるってことで高、うん、記録が生まれてると言われてて、うんでなんかこれまでとは違うリズムのそのトレーニングとかなんかこのこれからのその陸上のなんだろうなスケジューリングとかなんか。 トレーニングでアプローチが変わってくるような感じがなんか今回をきっかけに起こりそうな感じが僕は見てて印象も残ったんですけどお二人はどう思われたかなちょっとた、ね、これは例えば北連のそのトップアスリートだけではなくてっていう感じですでもまだ中高生の試合がほとんど始まってないので結果がね、どうかわからないですけれども、うん、うんどうでしょうね。 うーんでも、一方にかける思いだったり、うん、例えば、インターハイがなくなって、まあ、石田選手なんて日本高校記録の方が何ですかが、ね、自分の中で勝ちを見いだして求めて、ねうん、あの一本にかけて出せるっていうその強さってとても大事ですよね、うん、もう本当に思いますね毎週毎週試合があって、えー、春先からどん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 調子を上げていくっていう選手もいますし、うん、もちろんそれも大事ですけれども一本で強さを発揮できる。うんそう 強さって絶対に必要ですし。しまあ、ここ一番で発揮できる力っていうのはね。うん。でもそれを皆さんパフォーマンスでできているので、うん。確かにそうですね。試合の持っていき方っていうのは変わりそうですね。うん、武田さん、どう思われました。いや僕。 なんか僕たちもなんかシーズンによってやっぱりこうね春先から出ていて徐々にこう調子を上げていくみたいなスタイルが基本的な,な、もちろん海外含めいろんなところでこう言われているところですけどこういう,なんかこうね一発にかけるとかっていうのは逆に言ったらなんかオリンピック本当にで戦いたいと思っている人とかにとってはなんかすごくこういうのって大事だなってこうオリンピックって一発じゃないですかこの試合に必ず合わせないといけないとかまあ日本選手権もそうですけど日本選手権もこの一発 何かやっぱそういうこうバチンと合わせるっていうトレーニングには今回のなんか北連ってなったんじゃないかなっていうのを、うん、んか見てて思いましたね。 多分こう春先から記録出さなきゃ、記録出さなきゃっていう選手が例年は多いと思うんですよ、うん、出ないと日本選手権出られないとか、世界標準を切らなきゃいけないとか、そういうプレッシャーにこう追われてるようなところが多分あったと思うんですけど、そうじゃなくって、そういうところから解き放たれて、やっぱここ一発にこう集中して持ってくくみたいなのが、なんか北連にはすごくいろんな選手に見られたような気が僕は勝手にこうしたので。うん、なんか そういうのすごい、こ,これからの世界で戦うトップアスリートにとってすごく重要なことなのかなってで、まあ、なんかそういう練習をなんかこの、ね、あの中高生もやっぱ早い段階でしておくってちょっとずつ状態を上げるとかこうジャンプアップしていくみたいなことももちろん重要だとは思うんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱこ,この一発っていうのも中高生にとってもすごく魅力的なことだと思うんですよね。うんあの ここでなここで大会で出さなきゃいけないときって多分あったりすると思ってうんで、まあテスト勉強もそうですし、なんかね、あのそういう経験にバーチャルでもしてもらえたら嬉しいなとは思いますよね今のところ、よくよく考えると、世界中で陸上が動いてる日本だけなんですよね、そうですよね、あとは TT とかね、アメリカの TT とかだけなので。 いや、ちょっと楽しみに、こう、ちょっとこの夏、まあ、ちょっと兵庫県のり、なんか陸上がちょっと、ね、<laughs> あれがストップしてるのがちょっと可哀想ですけど。でも、そん中で、何かできることがあって、多分、一番いい涼しい日とかに、このタイムトライアル望んでほしいですね。いやー、そうです、そうです。間違いないです。間違いないですね。湿度がグッと下がってね。うん、なんか、こうね。うん、多分、ある多分、なんか、今年零下って言うじゃないですか。<laughs> うん。<laughs> うん <laughs> なんか例年より涼しい夏になりそうなんで、もうぜひ、高記録連発になるような感じになってくれるとうん。 そうですよ、ね、あの田島の方とかも、なんかこう、ねバーチャル以外こう映画、うん、もしかすると始まるかもしれないっていう話もいろいろ出てきて、うん、なんかこうね、地方都市とかでどんどんこう盛り上がっていくと、うん、なんかこうね、自然となんかそういう流れになっていきそうな、ね、気がしますよね、なんか田島って、うんた、武田さんからこう写真もれいましたけどうあそうです、そうなんです、武 <laughs> 田城とかね、ああいう所。 で、本当になんかこう自然豊かな。合宿とかにはもう最高だと思うんですけどね、個人的には <laughs>。ちょっと質問なんですけど。あの、長距離ディレクターって何するんですか? <laughs>。竹田さん、竹田さん、長距離ディレクター何するんですか? <laughs>。長距離ディレクター、まあ。はい、あの、なんていうか、こう、できれば、こう大会にいきたいなと。え実際のところは思ってました。ただ、その、まあ、コロナ禍、あの、協力できる。 本当は実は現場に行って、なんか土日のところで、まあ、今、大会がないので、うん、まあそういう時にこに高校生のところに行って、まあ、動画撮影の、えー、手伝ったりとか、あとまあ中,、えー、中高生の人にそこで呼びかけて、また別の機会を作ってもらったりとか、まあ、そういうふうに動きたいなと、<laughs> 実はちょっと見いながら、ちょっといくつか、ですね実は、うん、あの大阪の近辺でも動いていたんですけど。 あのさっきまああの小林が言った通り、ありやっぱりちょっとねあの他の学校の子とか、うん、えね他のところの人を入れるっていうのがちょっとなかなか難しい状況にあるっていう学校がちょっと増えてきたりとかっていうところがまあ,あって、まあ、これから本当にどうしていこうかっていうところを今ちょっと考えてるっていうところ。 できればその今兵庫県近辺にいるお二人にはその兵庫大阪京都その辺りのこう中高生にぜひこう。 アンバサダー的な役割で、どんどんやりましょう、やりましょう、やりましょうとかっていう感じで声がけしていただいて、うん、でそのやり方がもしわからないということだったら、われわれの方にこうに引き取って、われわれの方が説明とか加えたりとかすると思うんで、より多くの方々にこうやりましょうって、始めるきっかけをなんか作っていただけると、ディレクターとしてとありがたいですね。 あと、なんか2回1回だけじゃなくて、2回やりたいっていう高校も僕、実は大阪府内でも聞いてて、なるほど <laughs> なんかそういうの、うん、そういういのもなんかいいなって、なんかね、1>, うん、1回目やってみて、なんかこう、反応を見て、うん、で、なんか面白そうだからやってみようみたいなことが、どんどんこう、連鎖的に起こってくるといいなって思います、ねうん、ちょっとぜひ、兵庫でもしこう、行われた時に、もし行けそうだったら、そこに顔を出していただいたりとかするとす、うん、うん、すごく。いや、行きたいです、行きたいです、本当に。 またなんかこう、本当に大阪府内とかでこう、うん、もしも、僕のできる範囲でなんかお手伝いできることあったら、はい、これ聞いてくださってる方とかに、ね、できれば、あの僕行かせていただくので、あのちょっと似てとかはあるんですけど、あのお声掛けけいいただければと思います、はい、僕も週末にこう福島の方のお手伝い行ってきます。なんか あ,あ、そうですよね。はい、200人集まるとかってすごいテレビとか新聞とかでばわっと広がってな生放送で玉上選手がこう、ね、テレビで地上波でこう伝えたりとかしてどえらいお祭りになってるみたいな。<laughs> <laughs> そのこう自粛しながらこうサイドブレーキをガン,ガンこう引きながらアクセルを踏むみたいな感じのそういう大会にはなりそうな感じで <laughs> ちょっとその辺の模のもちょっとあも週明けのこの場でちょっと皆さんに共有していきたいなと思います。はい そうですね、一回、多分福島の,その様子とかがいろんなところでこう流れてくれるとね、はい、こう一気になんか全国に広まる、はい、福島って特にね多分すごく今、全国でも注目されてる地域だと思うので、はいはい、やっぱりそういうところが皮切りになってこうどんどん進んでいくとそれって、ねうん、えどうやってえバーチャルとしてみんなが集まってるのか、うん、ある大会をバーチャルとして後付けしたのかってどういう形なんですかえっといくつかのパターンがあって。 自分たちでバーチャルの記録を取るための、えー、会場を抑えましたと、うんはい、でそこでど,、うん、どんどん、えー、参加してくださいで、取るのをお手伝いしますというパターンもありますし、もともとそのなんかそのアスリートクラブとかで記録会やろうとしていたとで、それをバーチャルとして、はいえー、行いますというパターンもある。一方でその地方とかの競技会がある。うん その競技会の模様をちゃんと,と録画しておいてバーチャルとして登録するっていうこの3つぐらいのパターン大きく分けてあります、うん、なるほどな。公式の試合としてその各地域地域である試合それをちゃんと録画しておいて、えー、タイムとして登録しますっていう人たちが、まあ、どんどん増えてくるといろんな大会が出てるなとただ今回そのコロナ禍でその地,地方の,その大会も観客が入れないっていう。うん こことがうん、ねうん、起こっててうん、うん、録画そのものができないっていうことになってたりとかする地域が多いらしいんでだ、うん、としたら学校単位でのタイムトライアルとかそういったものをそのエントリーとしてあげてもらうっていうふうにとあ、うん、あのあの声掛けしていただいたりとかってすると嬉しいですね。あああのの正午のの小もこうねあの ラジオ、テレビを自由に使い分けられるっていう全然はぜひそういう伝え方とかこういうふうにやってましたよっていう感じでそうですね多分これから昨日からサイトがオープンしてこれから記録を取り始めてアップしていくってが増えてくると思うんでその情報を皆さんお近くの方々に共有していくとかっていうことはぜひディレクターの2人にはお願いしたいところです。はい そうしました。わ、はい、かりました、はい。よろしくお願いします。はい、じゃまた来週もこの時間ぐらいにお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。